ウォリスフツナ、ウォリスフツナ、または、ワリスフツナ、は、フランスの海外巡検、フランス語で、コレクティバイトディートレイ、メール、コムである。火山性熱帯干渉で、南太平洋のハワイからニュージーランドまでの、約3分の2のあたり、南位13度18、成百176度12に位置する。現地には、伝統的に主張として3つの地域に、核王がいる。 約2000年前頃、この地域にはポリネシア系民族が住み着いていた。また、12から16世紀頃にはトンガ王国の支配権に入っていた。この時期の遺跡と推定される鳥リ跡が残っている。ウベア島のウベア、フツナ島のシガベ、アロフィ島のアロの3つの王国、主張国があり、広く交易を行っていた。 最初のヨーロッパ人との接触は17世紀及び18世紀である。1616 16年にオランダのジェールメールが普通な島を発見。1767年にはイギリスのサミュエル・ウォリスがウベア島、ウォリス島を発見た。最初にこの地に植民地を建設したのはフランス人で1837年の宣教師到着が短所である。フランス人によって 島民のカトリックへの改修が進められた。1842年4月5日、先住民たちの間で反乱が起こり、これに対して他の先住民たちはフランス人に保護を求めた。1887年4月5日、ウベア島の女王は公式にフランス保護領となる条約に調印し、残るシガベとアロの王たちも1888年2月16日に、 保護領となる条約に調印し、これらの島々は、フランスのニューカレドニア植民地の管理下に置かれた。1917年、3つの王国はフランスに併合され、フランスの植民地をリス・フッツナとなったが、未だニューカレドニアの管轄下にあった。第二次世界大戦後の1959年、独立した領土となるための住民投票が行われ、1961年に、 フランスの海外領土、テリートワーディートレイメール、TOM に昇格し、ニューカレドニアの一部から脱した。2003年に、海外準権に移行している。ボリス・フッツナは三つの伝統的な王国に分けられている。ウベア島のウベア、ユビア、フツナ島西部のシガベ、シー・ケイブ、アロフィ島及びフツナ島東部のアロ、ロである。ウベアは、さらに3つの地区、ハハケ、ハハケ、 ヒヒホ、ハイヤホウ、ムア、ムアに分かれている。首都マタウトゥは最も人口の多いウベア島の東海岸、母ハ家ハ地区に位置する。ボリス・フッツナはフランス領土として、フランス共和国憲法、第五共和国憲法の下に統治され、フランスの法体系を用い、参政権は18歳以上の成人に与えられている。フランス大統領の選挙も5年ごとに行われる。 元首はフランス大統領であるが、その代行である行政長官アドミニストラトアサプザーアイはフランス内務省の助言によりフランス大統領が任命す。政府の長である準権議会議長は準権議会での選挙で選ばれる。準権議会は三つの王国の王たちと準権議会の助言で行政長官が任命する三人の議員によって構成される。 立法府は5年ごとの選挙で選ばれる20人の議員によって構成されている。ボリス・フッツナは、元老院、上院、国民議会、下院に1名ずつの代表を送っている。司法は、マタウトの第一審裁判所では、一般的にフランス法に基づいて判決が下されるが、3つの王国も刑法犯以外の場合に、監修法によって司法判断を下すことができる。 高素審裁判所はニューカレドニアのヌーメアにある。通貨はニューカレドニア、フランス領ポリネシアと共に CFP フランを使用している。ウォリス諸島とフツナ諸島に分かれる。ウォリス諸島はウォリスフツナの中心地でもある火山性の島、ウベア島、ウォリス島と周囲の小さな珊瑚礁からなる。フツナ諸島はフツナ島とアロフィ島からなり。 二島とも火山性の島である。ふつな島は地震に見舞われる時があり、1993年地震に見舞われた。ボリス・フッツナの最高峰は、ふつな島にある、プケ山、760メートルである。主産業は、ここヤ市から取れるコプラ、手工芸、海産物であるが、コプラを主とする輸出に比べ、食物や工業製品などの輸入が圧倒的に多い。 労働人口の80%は、ココヤシココナッツ、野菜などの農業、畜産業、漁業に従事し、4%は政府職員である。領域の主な収入は、フランス本国の助成金、日本や韓国によるマグロなどの漁業権、関税、ニューカレドニアに出稼ぎした住民の仕送りなどである。ポリネシア系の住民がほとんどである。住民の中には、食を求めて、 ニューカレドニアに移る者もいる。島民の人口は合計で約1万3千人近い。公用語はフランス語で、島民の約80%以上がオーストロ語系の現地のウォリス語、ウエア語やフッツナ語も話す。宗教は99%をカトリックが占める。音楽や民族舞踊など豊かな伝統を持つ。トンガで行われている戦いの踊り。 カイラオモウベア等から輸出されたものである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。